すみません、長い拍手をすみませんいただきましょう。はい、ありがとうございました。佐山浩太でございます。今日はどうもこんなに多くの皆さんに集まっていただき誠にありがとうございます。拙いピアノではございますが、最後まで楽しんでいただけるように精一杯弾かせていただきます。どうぞよろしくお願いします。はい、ほ、ネタが見えないようにする。はい、じゃあちょっと2曲ほど、はい、まずはね、はい、まあいいさ、thank you.
最初に、弾かせていただいたのは、僭越ながら僕の、自分のオリジナルの作曲で、夢を取った人というタイトルのついている曲を弾かせていただきました。このタイトルはですね、おととし、去年かな、僕が今作曲をさせて担当させていただいている劇団ラッパ屋さんの舞台の、作品で、書き下ろした曲で、そうですね、芝の時は歌詞がついていたので、そういう、ね、夢を取った人という鈴木聡さんが、タイトルをつけてくださいました。そしてただいま弾いたのがパッド・メセニー作曲のジェームスという曲ですね。はい、この後何を弾くんでしたっけね。そのためにはい、というわけで、ああなるほどなるほど。はい、ジャズ、僕はね、まあ、一応ジャズピ、いろんな何でもやるんですけれども、基本的にはジャズピアニストとして活動させていただいております。そしてですね、まあ、ジャズっていうのは、まあ、ジャズスタンダードと言われる曲がね、たくさんあるんですけれども、その実、ジャズスタンダードというものはね、非常にこう意味がね、漠然としているというか、一番最も有名な、ジャズスタンダード曲の一つの枯葉というのは、これ、シャンソンでございますからね。はい、もう元々フランスの、音楽だったりします。そうですね。そしてまあそのジャズって音楽自体もそのアメリカの歴史の中でね、こう なんとなくこうジャズになっていったみたいな経緯があるので、そうそう、であるからしてですね、まあ、ジャズスタンダードと今言われているものは多くはブロードウェイミュージカルのヒット曲であったりですね、はい、それとか、当時のダンスミュージックの、人気曲であったりとか、まあ、そういうことなんでございますけれども、その中でですね、そのじゃあそういうことではいろんなところから引っ張ってくればいいじゃないかということにだんだんなってきまして、あれは1960年代ですかね、59年ぐらいかな、トランペッターのマイルス・デイビスがですね、ディズニー映画のいつか王子様がを、自分のクインテッドで取り上げて、すごく、その一躍そのディズニーの曲がですね、スタンダード曲の仲間入りをしたわけでございます。まあじゃあそこで今日はですね、僕は何曲かアニメーションの中から弾いてみたいと思いますが、一つはまずはですね、不思議の国のアリスのテーマソングを弾いてみたいと思います。
けでですね、ジャズというのは当時の流行歌みたいなことが、を取り上げるという性格が非常に強いので、僕もね、最近のディズニー作品からちょっと引っ張ってきて、見たいと思います。最近のディズニー作品で最も音楽が素晴らしいと思っているのは、僕はね、トイストーリーだと思ってますね。はい、まあ、トイストーリーはいろいろ名曲が揃いなんですが、その中から、まあ、テーマ曲の君や友達という、You've got a friend in me というね、曲を、じゃあ聴いてみます。あれなんだっけ、どんな曲だっけ、あ、OK。
ありがとうございます。じゃあもう一曲、今度はねディズニー以外で、僕のね子供の時大好きだったスヌーピーのアニメーションがあるんですけれども、そのスヌーピーのアニメーションの音楽を担当していたのはですね、ヴィンス・ギャラルディというジャズピアニストでございまして、その人の、ね、作る曲は大変コンパクト、簡潔にして美しいというね、まあ、アニメーションの中で使う曲ですからね、はい、僕の作曲のお手本にもなっている人なんですけれども、はい、その人の作曲でスヌーピーの、グレートパンプキンワルスという曲をねちょっと聴いてみたいと思います。チャーリー・ブランがちょっとついてない時とかに流れますな。次にですね、はい、まあ、このようにですね、言ってしまえば、まあ、何でもいいわけですね、曲というのは、はい、言うなれば何でもいいわけなので、ここからはまあ何でもいいんだろうというコーナーをちょっとやってみたいと思います。そうですね、まあ、例えばここにクリスマスソングブックという、これなかなかいい本なんですけれども、はい、ね、小島直美さんが編著しております。それはいいんですけれども、例えば賛美歌のような曲でも、ま
ちょっとした、ね、ジャズっぽいハーモニーをつけたりすると案外それっぽくなったりします、ね。これ食べたいわ、雨には栄えという曲で、こんな曲なんですけれども、これもですね、ちょっとジャズ風のハーモニーをつけてみましょう。進行に直しやすい作曲家なんですけれども、はい、まあ それもあってですね、そう、本当はクラシックをあんまりいじくるのもね、良くないかなと思うんですけれども、まあ、愛情物語という言い方がございまして、その中でね、もう、割とがっつり自由に弾かれたりですね、あとはね、グレンミラー楽団っていうのはね、ベートーベンの月光をビッグバンドアレンジにしちゃったりとか、なかなかやりたい放題だったりするので、それに習って僕もね、ちょっと。ね、アメリカ人は本当とんでもないことをしますけどね。特にね、はい。何を私に言おうとしたんだっけな。まあいいか、弾いてから考えます。Thank you.
ショパンが聴いたら怒りそうな気もしますけれども、はい、ね、まあ、何百年か経っているので許してもらいましょう。まあ、このようにですね、まあ、ショパンでも何でもアドリブとかね、あの展開とかいうのはできちゃうわけでございますね。はい、まあそれはいいんですが、じゃ次はですね、また全然なかなかこうジャズ業界で取り上げられない曲を一つやってみましょうかね。アストラピアソラさんの曲をちょっと一曲やりたいと思います。はい、そうか、思い出した。そう、今のショパン の曲はですね、ノクターンは、これはお芝居の後ろで使い弾いてほしいって言われたことがあったんですけれども、譜面通り弾くとですね、ちょっとこうセリフの後ろで流れてるにはすごく存在感が立ってしまってですね、はい、それでちょっと間引くようなね、まあ、今の全然間引いてないんですけれども、はい、まあね、そんなふうにこうバラード調で弾くには、そういうね、使い勝手が、まあ、ジャズのいいところであったりしますね。ピアソラさんといえばですね、まあ、リベルタンゴが最も、有名だと思うんですけれどもですね、僕は今回ですね、ブエノスアイレスの冬という曲を、まあ、ブエノスアイレスの四季という組曲の中からブエノスアイレスの冬をちょっと聴いていこうと思います。ピアソラさんはですね、まあ、アルゼンチンタンゴに革命を起こした人なんですけれども、彼は、何でしょうね、このかつて栄華を極めたアルゼンチンというね、国が今見る影もなく貧しい国へと転落したという、そのグラデーションというかね、その大敗の美学みたいなね、ものを僕は彼の曲から感じるわけですが、はい、美しいんですけれども全体としてなんかドドヨーンってしてるっていう、その、はい、その何ですか、そういうの何ですか、滅びの美学って言うんですかね、ちょっと分かんないですけど、ちょっとそういうね、僕すごい明るい人間なんでうまく表せるかは自信がないんですけれども、非常に美しい曲なので、その美しさの一端を皆様にご紹介できたらと思います。少々お待ちください。
スアイスの冬でした。じゃあもう一曲だけやって、少し休憩をいただきたいと思います。僕はですね、今そう一緒にね、ボストンに留学していた中村明というね、ドラムの人が今沖縄、故郷の沖縄に、住んで活動してまして、そこのバンドに、所属して今活動もしております。エレメント・オブ・ザ・モーメントというバンドなんですけれども、CD、今日はね、そのバンドの CD とかもね、持ってきているので、まあ、反則と言いますか、ね、一曲その中からね、よくやってる曲、ダーリンブルーという曲を、弾いてみたいと思います。Thank you.
はい、ありがとうございます。後半もどうぞよろしくお願いいたします。パラダイスの、曲を、メドレーでいくつかポンポンポンとやりたいと思います。思います。
Dream of Paradise の、曲をいくつかという、はい、メドレーでございました。はい、そうですね、主に人の曲をやっていますけれども、自分で作曲もねした方がいいなと、この間亡くなっちゃったチック・コリアさんが、言ってました。はい、そうですね、まあ それに類することっていうのは割と、聞いてましてね、あの人間っていうのはとにかくその、まあ、字を自分が考えてることとか覚えたいことを書くと覚えるよっていうのはね、皆さんよくあの、聞かれると思うんですけれども、まあ、まさしくですね、作品を作るというのもそういうことでして、あの自分の頭にあるものを一回外に出してそれを再入力する、ちょっと煮物みたいなね、和食のテクニックみたいな、そういう、ことをするのが、まあ、脳みそにとってもいいですし、あとですね、その、まあ、これマルクスもそういうこと言ってるんですけれども、ね、労働、働くことを通じて人は自分を知るのだという、はい、とにかくですね、はい、アウトプットすることで我々は初めて自分というものを、見るというね、感じる、はい、自分はこういう人間だったのかというのはね、こうやってみないと意外とわからないものだという、はい、まあ、そういうことをね、まあ、チック・コリアさんも言っていたのかなと、はい、ということで、最近はね、お芝居の音楽を、書かせていただいていることなどもありまして、積極的に作曲も、ね、やって増やしていっておるいるところでございます。なのでここでポンポンポンと何曲か、はい、弾いてみたいと思います。何弾くんだっけ、少々お待ちください。あれどこに、あ、これだ、あ、なるほどなるほど、はい、これはですね、僕のあの先輩ギタリストである越田太郎馬さんがですね、みんなであの曲を持ち寄ってあのライブをしようじゃないかみたいな、そういう時に慌てて書いた曲でございます。ね、慌ててね、そう、その時にはまだその、あ、やばい、曲が全然ないみたいな感じだったんですけれども、はい、その時に焦って書いた割には、まあ、なかなかいいんじゃないかというね、エイプリルシャワーという曲を弾いてみます。はい、5拍子なんですけれどもね、はい、僕はその、5拍子って難しくなりがちなので数えやすい5拍子の曲を書いたつもりなんですけど、なんかすごく弾きづらいって言われました。はい、ね、ワンツーワンツースリーワンツー、一二三四五、一二三四五、あ、こんな曲ですよ。Thank you.
ありがとうございます。エイプリルシャワーでございました。難しいです自分で作っといてあれですけど、じゃあもう一曲ね、今度は比較的で、簡単なやつで、ついこの間、コロナで中止になっちゃったんですけれども、同じく劇団ラッパーの昭和終わったという作品のために書いた曲です。その名も、まあ、昭和終わったという、ね、タイトルをつけさせて勝手につけておりますが、これはですね、まあ、昭和が終わったという昭和終わったとかけている、作品でございます。昭和というのですがね、まあ、いろいろ問題は今となってはその、ね、セクハラだとかなんてパワハラだとかね、問題視されている文化をすごい多かったんですけれども、非常にですね、まあ、戦後ということもあって、共感性がすごい、ね、強かったっていう、なんか社会とか自分の身の回りで起こったことに対してすごくみんな共感して怒ったりとかね、してて、まあ、それはそれでね、なんか、まあ、良かったと思うんだけど、良かったんだけどね、まあそれはそれね、だからといってね、殴ったりね、あんなことしたりこんなことしたりみたいなことが許されるわけでもないのでって、まあ難しいところなんですけれども、まあ割と悪くなかったよねっていう、そんなね、シーンなのかな、まあそういうちょっと開放的なシーンで、使った曲です。昭和終わった。センチメンタルな男なんじゃないか俺みたいなね、嫌だなっていうところでもあるんですけれども、はい、じゃあ今度はですね、肉親だとどうだというね、はい、僕のお父さんの佐山正弘さんの曲をじゃあちょっと試しに1曲ねやってみたいと思いますね。インザベルベットという曲で、父のアルバムのポイントオブザグローブというアルバムに入っている曲なんですけれども、このアルバムはですね、実はですね、ポイントオンザグローブ、これが正確な言い回しでして、これはですね、まあその、まあいろいろミスなんですけれども、ね、この、まあ、レコード会社といいますかね、はい。で、その、そうそう。
で気づいて違うよこれ オブじゃないオンだよって言った時にはもうなんか勝手にもうなんか発注かけちゃってたらしくて乗ってもうあちょっともうねもう印刷出しちゃったんですみませんみたいな、はい、っていうので、お父さんすごく怒ってました、はい、まあねそういうこともね世の中あるんでしょうということで、インターベルベットは、ちょっとお聞きくださいの曲っていうのもね、
案外面白いですし、クラシックの人たちがすごく作曲家のことを掘り下げるっていうのもそういうことなのかもしれませんね。ちなみにベートーベンはね、すごいあの今っぽいっていうか、月光なんかもですね、今でも今のこの忙しい時代でも、ね、通用する驚きの展開の速さですね。あとはめちゃくちゃ分かりやすいっていう、ね、すごいバカにしとんのかみたいな、そうね、はい、もう本当ベートーベンやっぱすごいと思いますね、はい、すみません余談でしたはあ、じゃあここでそうですね、せっかくなのでじゃあお楽しみコーナー、皆さんでじゃあ曲を一緒に作ってみましょう。はい、じゃんじゃかじゃんじゃかじゃんじゃんじゃん、あちょっとじゃあヘルプを、はい、今日皆さんお集まりいただきまして、あのこのコウタさんのね、はい、即興作曲コーナー、パクリ企画です。誰かのパクリ企画です。誰かのパクリですかでもね、あのすごくね、こう即興で作っていただくイメージでこう作ってくださるっていうので、あのチャンスが3人の方にあります。あのお題を1ついただいて、コウタさん考えていただいて、まあ、曲にするか、もうその即興でも演奏してしまうかね。なるほど、考え中です。分かりました、はい、ちょっとイメージされて、なんかこんなん聞いてほしいなみたいな、ありませんか。そうですね、ちょっとあれですね、シーンとしてますけれども、うん、今ね、そう、じゃあ11月、今日は、ね、11月でございますから、うん、11月といえばみたいな感じでちょっと連想ゲーム形式でいってみましょうか。そうですね、じゃあ11月といえばどうでしょうか。あ、何でもいいんです。11月といえば思い当たるところで、秋、はい、秋です、そうですね、はい、では秋といえば、もみじ、もみじ、秋でもみじですね、はい、もみじ、もみじといえば、あの奥にいらっしゃる、グリーンの、グリーンのブラックわかんない、もみじ、はい、もみじ、もみじといえば、ちょっと思い当たる方、はい、どうぞ。リンゴ、リンゴ、リンゴで、はい、浅い、はい、リンゴ、はい、リンゴといえば、はい、なんかイメージパッと考えたのないですか。です、ね、まあ、もみじはね、やっぱあの秋とほぼ、あ、もみじは秋の季語だったりしますからね。もう一つじゃあ行きましょうね、もう一つですね、はい、もみじとリンゴ、リンゴですか。リンゴといえば、はい、お願いします。アダムとイブ。ああ、なるほど、いいですね。なるほど、秋のアダムとイブですね。うん、なるほど、オッケー、分かりました。アダムはそうですね、そう、アダムは罪を犯しました、はい、秋ですね、はい、わかりました。もう一声いきましょうか。いや、もう十分でしょ、もう十分でしょ。だんだん深くなりそうですね、はい、分かりました。秋のアダム、秋の罪、はい、そうですね。皆さん、五感を持っておいてください。じゃあもう思い切ってこのまま引いてしまいましょう。アダム、はい、アダム、モミジね、書いてるときっとこうな、何かが浮かぶんじゃないかと。秋、モミジは秋、アダムは罪、うん、楽園、アダムは罪であり楽園ですね、はあ、ははあ、楽園の秋、そういうことです。楽園の秋ですね。はい、楽園の秋。そして許されぬ罪。はい。はい、つまり楽園だ。楽園。Thank you.
通報されちゃったんだけど、まあ地上でもいいことあるさみたいな流れですかね。追い出されちゃったつって、まあ、地上にも秋はありますからね、四季はあるということで、まあ、そんな感じです。はい、すみません、お騒がせしました。じゃあね、一回じゃあ、曲に戻りまして、はい、お題をくださった皆様ありがとうございます。じゃあ音楽に戻りましょう。今の音楽ですけどね。では、今度はですね、じゃちょっとジャズに戻りつつ、ジャズに戻りすぎてみましょうか。ニーナ・シモンというね、シンガーがいるんですけれども、彼女はもともとクラシックのピアニスト志望だった人で、でまあ、1950年より もっと前の、人な、に生まれた人なので、まあ、音大とかで、ね、なかなか生かしてもらえなかったりですね、はい、いうことで人権活動家みたいにも、ね、なった人なんですけれども、彼女の作った、I wish I knew how it feel to be free、うん、自由ってどんな気持ちかしらっていう、ね、曲をちょっと、ゴスペルチックな、ゴスペルとなんかね、ソウルとジャズの間ぐらいの、曲でございます。
つい熱くなってしまう、不思議なパワーのある曲でございますね。では自由つながりですね。まあ自由つながりというか、なんとなくつながって感じるのが、つながってないのかな。ジョニー・ミッチェルという素晴らしいね、シンガーであり作曲家がいるんですけれども、彼女のボーサイズナイトという曲があります。まあ放題はですね、青春の光と影というね、放題がついてて、まあ現代はボースサイズ、両方、今両方からっていう、ね、タイトルなので、まあ、青春も何も入ってないんですけども、これはね、実はなかなかいい放題でですね、はい、どんな曲かと言いますと、まあ、小さい時がね、子供の時なんかは雲の上にはね、お城が浮かんでいて、雲は綿菓子でできていてですね、天使の鐘、天使の羽が、髪の毛がもう川になったり、光みたいになったりしてですね、まあ、そんな風なに私は雲を見ていた。で今はですね、もう雲というのは、今下から雲を見ていまして、雲というのはただみんなを、光を遮るもので、ね、みんなに雨を降らしてしまう、まあ、そんなもので、自分もやりたいこととかいろいろあったんだけど、雲に邪魔されちゃって結局できなかったなっていう、そんな感じで、まあ、私は今雲をね、上と下両方から見ています。それでまあいろいろ分かったようなね気がするから思い出してみるんだけど、思い出してみると何もかも幻だったみたいに見えますね。まあそんな曲ですわ。言ってればんどしちゃった。
が開いてるとあれですね、アンビバレントな現象が起きますな。はい、というわけでですね、はい、そう、なんだかそうさっきのね、アイウィッシュ、自由の気持ちとなんかつながっていくとあるんですね。はい、やば、結構いっぱいやっちゃってるかも。はい、ね、はい、というわけで、次の曲で、最後の曲になるんですけれども、次はですね、ベーシストのジャコ・パストリアスさんの作曲で、リバティ・シティという曲を弾きたいと思います。ね、ここまでやっぱ全部なんか自由とかそういうことに関係していてですね、やっぱアメリカ人にとって自由というのはすごくやっぱ大事なことなんだなっていうのが、まあ、感じられますな。はい、うん、よし、うん、長い時間ありがとうございます。今日は本当にありがとうございます。はい、ね、ここの遠藤剛輝美術館もあのすごく音が良くてですね、ピアノも、素晴らしい音で、はい、ね、協力してくださった皆様に、心から感謝申し上げます。今後ともどうぞよろしくお願いします。Thank you.
や本当にありがとうございます。じゃあもう一曲だけ聴かせていただきたいと思います。じゃあ何をやろうかな。よし。じゃああれだな。まあ意外と聴く機会の少ないワルツフォーデビューをやりますか。ベレバの酒もワルツフォーデビューで、終わりにしたいと思います。本当にどうも本当にありがとうございます。こんなにたくさん来てます。こんなにたくさん来ていただくのも、はい。ね、ちょっとね、今まであまり自分のこれね、人の伴奏とかばっかりやってて自分のことやってこなかったんですけれども、せっかくね応援してくださる方もいるんでちょっと頑張っていこうかなと思ってるんで、よろしくお願いします。Thank you.
してご参加していただいた皆様の協力をこれからも支援につなげていけると思います。ありがとうございました。運動技術館の学園をしております内藤と申します。よろしくお願いします。まあ、演奏会のことを余裕にしたってというところで、あまりの話をするのもおられないんですけど、まあ、簡単に技術館の紹介だけ少しだけさせていただきたいと思います。この美術館は2000年の11月にオープンしまして、今年22年目を迎えている美術館です。で今遠藤豪輝はですね、87歳でまだ現役の画家で今は毎日制作しております。最近は痩せとかですね、紅葉が綺麗になってきてるので、そこにまあ早朝から絵描きに行ったりとかしております。まあ、この遠藤豪輝は画業、まあ、70年以上になるわけですけども、まあ、12歳の時の作品が展示してまして、2000点以上作品があります。でその中から今現在は1回と2回だけに展示してまして、150点が200点ほどです。まあ、今回はちょっとコロナということもありまして、普段予算の2階の方もご案内させていただいてしてるんですけども、今回はこの会場だけということになっております。でこの部屋の作品についてはですね、皆さんもご存知かと思うんですけど、京都東山の南禅寺、の作品が大半を占めています。間に植物園の絵があったりとか、若い子供があったりとか、今観覧になっております。で南禅寺はですね、数年間取り組みまして、まあ、一作にも20年以上かかっている作品がたくさんあります。まあ、そこにとってこの作品もそうですし、ピアノ師匠のこの作品もそうですね。もう一作に書き始めから完成までに20年以上かかって書いている。でそれを毎回現場に運んでいって、そこに立てかけて書いているんですね。ですから、まあ、アトリエでは制作してないんです。現場で本日全ての作品がそうです。現場で立てて自然と本当にこう対話しながら描いていると、まあ、そういう作品です。でそういう作品がたくさんありまして、まあ、ここにはないんですけども、2階には日本の女のシリーズとかですね、あるいは大樹っていう大きな神木とか、お大樹のようなこういう大樹をいっぱい描いています。でそういう作品もぜひまた機会がありましたら見ていただきたいと思います。遠藤はその若い時に今回の2枚プリントを渡させていただいてるんですけども、あそこにまあ、これまでの画力とかって書いてます。で、理想といいますかね、その開館の時の遠藤の左手自体そのことも書いてあります。ここは芸術寺院を作っていきたいという思いがあって建てられまして、でこういう音楽の方々、まあ、音楽のプロの方々とか、あるいはその文学のとか、まあ、いろんなまあ、ダンサーとか、まあ、いろんな方とのやっぱり交流を通してお互いに高め合っていきたいという思いで、建てられています。ですからそういう特にこの部屋に関してはそういう南禅寺とか、まあ、皆さん見てもらってわかるようにいろんな色味がこう見えてくると思うんですね。こう音楽、まあ、音色といいますけど、音と色というのはやっぱり一緒にこう結びついているようになりまして、でそういうこう、まあ、10年以上かかって自然現場に通いながら見てきた日本の自然、京都自然の奥深いもの、色調といいますか、そういうものを感覚感じてもらえたかなと思います。またぜひ機会がありましたら、ここは完全予約制を取ってまして、予約していただきますといつも見れますので、またその時またよろしくお願いいたします。今日はどうもありがとうございました。